栃木市の男性が S. N. S. を通じて投資話を持ちかけられ。およそ一千二百万円を騙し取られました。警察は S. N. S. 型投資詐欺事件として捜査しています。今年二月、栃木市の会社員の五十八歳の男性が。S. N. S. で株の優良情報を教えますという広告をクリックしたところ。 別の SNS で株式投資の先生を名乗る者たちとつながり、アメリカ株を購入した方が儲かるや、指定したアプリをダウンロードしてなどと言われました。これを信じた男性は、5月から6月までの間に9回にわたって、株の購入や出金手数料の名目で、相手の指定した口座に現金合わせておよそ1200万円を振り込み、騙し取られたということです。